このアーナンという方は唯一月がない方になります、はい、特徴としては小手で決める、そういったところも見てもらえるといいかなと思います。はい、注目していきましょう。チーム1、昨日行われました個人戦で喜友名選手が優勝、そして金城選手が3位という結果を残しています。とても力強さとスピードどちらもありますか。はい、そしてこの継ぎ足、これもこの流派の特徴ですね、はい、四股立ちからの返し、バランスが要求されます。このアーナとてもダイナミックな方ではありますが、3人揃うととても迫力がすごいですね。そうですね、このままその分解に入っていきます。はい、まずは喜友名に注目です。はい、コートを大きく使ってますね。はい、前蹴りを喉元にへこみました。しっかりとポイントを当てて決まっていましたね。離れている2人の起き上がるタイミング、ここも一致してました。そういったところも全て計算し尽くされた演武ですね。はい、目力の強い選手です。今目力とおっしゃっていましたが、やはりこの目の力、迫力を出す上でとても大事ですかね。はい、分解においては目的を想定した相手がいますが、はい、基本型の時には一人で演武をする、その時に敵を想定しているかどうかっていうのも大切な要因なので、はい、そういった意味では表現として目力っていうのも大事になってきます。金城選手の手足の長さを十分に生かしていると思います。
後までしっかりと決めてきました。やはりこの分解の練習をすることによって実際一人である型の演武の時に生きてくるということが多いですかね。はい、全然変わってきます。